シアンチョインサイル来た、あっしゃ結構、ほら、あ、上の方にいるわ、だいぶ。今、向川一文字、通称向一に来てます。今回これ、陸式アンチョビミサイル、これのね、35g、今まで 21g、28g があったんですけど、新しく 35g っていう、重さの、新しく加わったこのアンチョビ、陸式アンチョビミサイルでやってみたいと思います。まあ、広い層をね、素早く探るのにもこの重い陸式アンチョビミサイルは適してますね。その処理っていうのももちろんありますけど、ね、落ちるのも早いから、着底までが早く飛べるから、層もその太刀魚のいる層も広く探れる。それがね、早い。まあ、とりあえずこうエリアについてこの 35g をつけて、まずは広くね探って、それからね、タチウオがこう浮いてたりすればさらにちょっと軽めの陸式アンチョビミサイルに変えていくっていう感じですかね。まあ、しゃくり方というかね、リールの機能を使ったりしゃくり、まあ、普通に投げたとして、まあ、これそことっとするじゃないですか。ちょっとね、ドラグをね緩めとか、ドラグ緩めてね、こう、しゃくった時にジッてちょっと出るぐらい、こうしとくとね、余分に引っ張らないでくれるんで、糸が出てくれるから、これで綺麗にダートをしたりとかしますね。まあ、もちろんね、魚来た時はジュイって出ちゃうんで、そこはね、うまくこう対応して、魚かけた後はドラグ締めてファイトしてもらえればいいかなと思います。やっぱ浮いてんな、ちょっと浮いてる浮いてる。よし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 、よいしょ、イエーイ、きたー、きたー、陸式アンチョビミサイル 35g きました。やったね、きた、あっしゃ連発、連発です。ちょっと硬いぞ、よいしょ、重て、おっしゃ、いいサイズ、じゃ引き目きました。ドラ4サイズ、これドラ4あるでしょう。ほら、4本半ぐらい、5本はちょっとはみ出るけど、やっぱ4本半ぐらいかな。陸式アンチョビミサイル 35g、 超綺麗じゃない。5秒ぐらいにしよう。結構、ほら、あ、上の方にいるわ、だいぶ。よし、カウント10もいらない、これもでかい。よっしゃ、マジで入れ食いなんだけど、他釣れてないよ、本当に本気で釣れてないよ。おお、でかい、これもいいサイズきた。トリプル2つついてるから、おお、重て、2つついてるからね、バレにくい。おっしゃ、うわら、きたー、きた、おっしゃ、おっしゃ、きた、よっしゃ、マジでいいサイズ、いいサイズ、もう抜けよう、よいしょ、やったでー、イエーイ、やばい、連発が止まりませんね。こういう時ね、ワームだと結構ボロボロにされちゃって付け替えたりしなきゃいけないんですけど、この陸式はね、そのまま使えるから願い師がいい。やばっ。